図星だからこそ、言い当てられてしまったからこそかな。今日、二階堂君と話して確認を取れたこと、そして今後どう動けばいいのか、一通りのことをノートに書き込む。書き出した情報をもとに、桜井君が二階堂君を殺すための段取りを考えていく。一朝一夕で答えが見つかることじゃないだろう。根気強く計画を練っていくしかない。二階堂君が凛君の死に直接関わっている、あるいは殺した張本人でもある。しかしこのことをきっと桜井君は思い出せていないんだろう。まずはそこを思い出させ、彼の感情を煽る必要がある。煽れるか二な。階堂君がね、正直、ちょっと意外ではある。確かに二階堂君は、ちょっとぶっきらぼうで冷たい印象で、近寄りがたい雰囲気を醸し出している。逆に言えば、おならびていて、どこか世間を達観しているわけだけど、そんな彼女が他者を傷つけるようなことをするだろうか。ましてや、人殺しなんて。そうなよな。またさ、犯人に選ぶ、なっとるだけでさ、本当に犯人なの？って。本当に殺したの？っていう疑問が俺の中ではある。僕は、ロウ君から情報をもたらされただけ。リン君がどういう状況で亡くなり、二階堂君がどういった形で関わっていたのかまでは思い出せていない。ロウ君が二階堂君を一方的に悪者のように言っている可能性だってゼロじゃない。仮に二階、リン君の死因が他殺で、犯人が二階堂君だとして、けどその推測は違和感の塊だ。二階堂君が人を殺すところなんて想像できない。友達だから言えることなんやけどな。何かを見落としている。でも何を。僕の失っている記憶の中に答えはあるのかもしれない。だが、それでは確かめようがない。思い出さない限り、固く閉ざされた海馬の奥の奥に閉じ込められたまま、物理的に取り出すことはできない。記憶っていうのは存外バカにできないものなんだね。僕は、そばのパティを持ち上げて、語りかけた。くすぐったい余ふ裕か。ふ暇つぶしのつもりで私をいじらないで。いいじゃない。パーティー減るもんじゃないし。なんだこれは。この俺のキャラなんなん？ パーティーちゃんっぽいキャラクターができたな、俺。遠くのお父さんがさ、ユリアちゃんに2体目に与えるつもりだったら人形の声当てる人があったらさ、それの CV 俺担当しようかな。できそうな気がする。パーティーちゃん、ユリアちゃん、はじめまして、私。なんて名前なの、あの人形。腹話術で遊んで気を紛らわす。けれど、パーティーの感触が気持ちよくて止められない。やめてよ、ユリエちゃん。そんなに触れないでよ。次、はぎだらけのパティを見ていると、ふとこれをプレゼントとしてくれた父のことを思い出した。あの頃はまだ、父のことを信じることができた。だって、肉親なんだ。幼い僕にとって、誰よりも大切で、唯一の大きな存在。それだけで信じるに値した。けれど、少しぐらいは信じてあげてもいいじゃないか。自分の父親なんだから。こうに響いた。無条件で信じられるほど純粋な子供のままではいられないんだよ。現実。誰へ向かえるわけでもなく、ぽつりと口から漏れた言葉。パティが、月日に比例して継ぎはぎを増やしていったように、僕も父も変わっていったんだ。かつのままではいられない。
だからこそ揺るがず変わらない確証がなければ簡単に信じることなんてできない。その確証を得るためにも、たとえ違和感だらけでも現実世界へ変えなくちゃいけない。それで間違ってはいないはずなのに、どうして僕はこんなにも迷っているんだろうか。パティ、ユリアちゃん、迷わず行けよ。行けばわかるさ。パディは何も答えず、僕の指に遊ばれるだけ。ユリアちゃん、ユリアちゃん。そうしていれば思考もまとまって来るかって思ったけど、大してすっきりもせず、そうしているうちに次第にまぶたが重くなっていくのを感じ、眠りについた。気づけば僕は夢の中でかつての記憶を見ていた。ん？他を削ぎ落とす。徹底的に。そうすることで僕は今まで以上に論文の執筆へ全力を注ぐことができるようになった。少しでも父に認めてほしいから、少しでも妹に追いつきたいから、そのためなら僕は孤独すら受け入れた。一人になることを選んだ。おお、回想か、ユリアちゃん顔の回想が始まったな。どこここ。学校の授業が終わると、僕は決まって町の図書館へ向かった。ああ、勉強しにか。館内の長テーブルと椅子が備えられた一角。その一番奥の一番端っこ、隅っこ。およそ普通の利用者じゃ興味すら抱かないような難しい本ばかりが並んでいる棚の横側。ここが一番外界から閉ざされた僕だけの特等席だった。テーブルに資料となる書物を積み上げ、荷物を置き、執筆用のノート PC を開けば、その向こうに広がるのは僕が選んだ孤独の世界。じゃあたまに常連でよく来る人がさ、わあ、またあそこに主の女の子がおるわ、みたいな感じで思っとったんやろうな。難しい本能がある席の主ができたんやな。この図書館の主ができたんやな。僕の居場所の証明は、この世界を解き明かした先にある。あると信じている。だから今日も、僕は一人で時が経つのも忘れて潜り続けた。目が痛い。画面から視線を外し、息を吐いた。パソコンの色設定を変えてブルーライトを極力減らしてはいるけれど、やっぱりブルーライトカットのメガネは欲しいかもしれない。5000円くらいだし買えないことはない。今度メガネ屋さんにでも行ってみようかな。ブルーライトのメガネそんなに高いもんかな。俺アマゾンで買ったやつは1000円もせんかった気がするんやけど、えらい高いもん買おうとしてるなお前。アマゾンで買え、アマゾンで。そんなことを考えながら、首のこりをほぐそうと左右に振ってみた。ゴリ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 。その時、わあ！どっかともなく出てきた女の子。さすがに声には出せなかったけれど、思わず驚いてしまった。いつの間にか僕の斜め向かいの席で二階堂くんが淡々と勉強をしていたのだ。マジか。ゴーストカレンや。ゴーストカレンが現れたぞ、お前。存在感感じんかったやな。こんな近くで彼女の姿を見たのは久しぶりな気がする。二階堂くんは今、いじめを受けている。去年の12月に桜井くんの妹、凛くんが亡くなって、直接手を下したとされる二階堂くんは学校中から厄介者扱いをされていたのだ。あ、その頃の時系列なんじゃこれ。その一件以来、
かつての幼馴染グループは決定的にバラバラになってしまった。ああ、それがきっかけなんか。やっぱりもっとも最初に距離を取っていたのは僕で、だからこそ詳しい事情まではわからないけれど、ただ事件を機に桜井くんが塞ぎ込んでしまい、ようやく回復し始めたところを境に二階堂くんへのいじめは加速していったように思う。そうなんじゃ。桜井くんはその回復した初めの頃ってさ、どんな感じになっとったんだろうな、そのいじめに対して。待てよ、それはなんか前にも見たような気がするな。確か何もしなかったじゃなかったっけ。僕は一連のことに深く関わろうとしなかった。論文に集中したいっていう気持ちは正直なところだったけれど、他人のデリケートな部分へうかつに飛び込むことが特撮とも思えなかった。外野が首を突っ込むと得てして騒動は加速してしまうもの。だからよほどエスカレートしない限り僕は傍観者に徹するつもりでいた。ほうやな、こういう事件っていうのはさ、結局どこ第三者がさ、えらい広めてしまうもんなんよな。第三者がそんな広めんかったら、もうちょっとさ、事件も話題もさ、抑えられてさ、無駄な暴論とか出込んでもいいのにって話があるよな。それに、あくまでも僕から見た推測でしかないけれど、二階堂くんは全てを受け入れているようにも思えた。一切反抗しないのだ。それならなおのこと、関わるべきではないと思った。彼女なりの思惑があるのかもしれない。みんなとの関係をそぎ落とすと決めて、自ら距離を取ったくせに、今さら仲間面するのも都合のいい話だろうし。だからこそ、そんな二階堂くんが僕のすぐ近くにいることに、激しい戸惑いを覚えてしまったのだ。その少し、離れていった自分に対して、くっついてくる二階堂くんはどういう気持ちなんだろうって感じなんだろうかな。偶然だろうか。それにしても、なんで斜め向かい？まあ、真正面に座られるよりは、人の存在を気にしなくていいけれど。そう疑問に感じていると、二階堂くんの目が動いた。視線が交差する。驚きもせず、ただそこに僕がいることを確認したかっただけのような、そんな視線が。そう目を見てなんとなく察した。二階堂くんは僕がここで執筆していることに気づいて、あえて今の席に座っているのだと。僕が彼女の存在を気にしない斜め向かいに座り、干渉することなく黙々と二階堂くんは勉強のためにペンを走らせる。僕は孤独の世界へ潜り込むことを邪魔するつもりなんてないのだろう。そうだな、そういう優しさがカレンちゃんの中ではあったのだけどさ、もしかしたらカレンちゃんがやってることって勉強じゃなくて BL 小説を書いてるのかもしれないよ。ただそこにいるだけ、そこにいてくれるだけ。理由はわからないけど、なんとなくそうなんじゃないかと気づいた。孤独だけど一人じゃない。まるでそれを伝えようとしているかのように、カレンちゃんはユリアちゃんのことを友達で思ってくれている。気にかけてくれとんやな、ユリアちゃんのこと。自分がちょっと辛い立場におるはずなのに。不器用な人だよね、二階堂くんは。手中でつぶやいただけの言葉は微笑みに変わり、僕の中には温かい気持ちが芽生えていた。あ、夕方。時計を見ると18時、もう閉館の時間だった。気づけば館内には僕と二階堂くんしかいなくなっていた。多分館内の人がさ、またあの二人いるよ。
もう時間だけど早く帰った方がいいのに、みたいな感じで見てるだろう。多分館内の人からも東北ユリアの容姿すごいバッチリ覚えられてるだろうな。なんでだって当て物欲の丸いやつつけすぎだろうってちょっと思ってるわ、もうところあるからな。もうなんか頭の横に丸いやつつけ好きの主の女の子と、それといつも一緒にいる長い髪の赤いイメージの女の子っていう感じになってるかな。今日書き上げた文のデータを保存してぐっと体を伸ばす。そのついでにチラリと二階堂君へ目を向ける。あ、これはいやらしい目線じゃないよ。偶然か合わせたのか、二階堂君も同じく体を伸ばしていた。二人同時に息を吐いて伸びを解く。そこでようやく二階堂君も僕と行動が重なったことに気づいていたらしくて、パッと視線を投げかけてきた。仲良し。たまらず僕は小さく吹き出してしまった。そしてそれは二階堂君も同様に。館内ではお静かに、それを律儀に守りつつ、僕らはお互いの偶然を笑い合った。それを遠くから見ていた刹那圭介は、うわははははうわははは、館内ではお静かに。そしてそれも一段落したところ、一緒に帰ろうか、一緒に帰りましょう。どちらともなく発したお誘いまで重なるという奇跡に等しい偶然に、僕らは面食らってしまい、どれだけ真似すれば気が済むのさ。東国さんこそ仲良し。てかカレンちゃんめっちゃ笑ってるやん。本編のカレンちゃんでは考えられないほど笑ってるな。今度はお互い声を上げて笑い合った。てかさ、いじめられとんのにさ、いじめられとる上でそんなに笑顔でおられるんだよ。カレンちゃん気丈すぎるだろ。何なんだろうこの感じ。帰り道、二階堂くんは不思議だよ。そうやな、これだけメンタル強いカレンちゃん何があるん。君の心の中には何があるん。学校でいじめられても家に帰って漫画を読めば、推しの二人が私の心を支えてくれてるの。 BL 図書館を後にして二人に並んで歩く帰り道、僕は今日感じた率直な気持ちを二階堂君に伝えた。目をそらせばたちまち存在が消える。でも目を向ければやっぱりそこにいて安心感が得られる。今日同じ空間でそれぞれの作業に没頭していてそう思った。孤独の世界に潜り込み、僕は僕のやるべきことを全うするけれど、それは決して一人だけの作業ではない。見てくれる人、認めてくれる人がいる。一人の苦しみに苛まれることもなくなる。もしかしたらそれはもっと別のネガティブな言い方をすれば監視と変わらないのだろう。けど二階堂君はそうじゃない。僕が孤独の世界へ没頭するたび、知らず知らずのうちに溜め込んでいたストレスを優しく包み込んでくれるのだ。あ、これかな、あの遠くのお父さんが言おったユリアの居場所って、こういうことを言うんじゃないかな。要はユリアちゃんは一人でさ研究に没頭する、それをさ陰ながら支えてあげてくれないかみたいな、まさにこの言葉通りのことをさユリアちゃんのお父さんは望んどんかもしれんな。桜井くんたちの幼馴染グループの面々に、でそれをカレンちゃんが成している。そうか、そういうことなんかもしれない。
僕が観測しない限り二階堂くんはそこにいない。でも常にいてくれている。その距離感がすごく心地よいんだ。それじゃあまるでシュレリンガーの猫みたいね。あ、シュレリンガーの猫。そうな、確かに僕が観測するまで君がそこにいない状況とそこにいる状況、うん、つまり有と無の重なり合っている状態が続いているわけだから、ね、すごい難しい話してるなお前ら。うん、面白い。論文のテーマにしてみるのもありかもしれない。着想のきっかけになったのなら何よりだわ。キラーンで光ってたな、ユリアちゃんの頭の上が。二階堂君と話すのは面白い。彼女は僕の語る小難しい話にもついてきてくれた。わからないことがあれば素直に聞いてくれるし、理解しようとしてくれているのが伝わってくる。聞き上手。昔から出会ったばかりの小学生の頃から二階堂君はそうだった。周囲から浮きがちだった僕に純粋な気持ちで仲良くなろうとしてくれていた。ある時は二階堂君が図書館でアインシュタイン関連の本を熱心に読みふけているところを見かけたこともある。マジか、アインシュタインそんなに興味あるの。アインシュタインって何した人。ちょっと待って、アインシュタインって何した人。相対性理論かな。普通の小学生なのにだ。そして次の日になって彼女は早速相対性理論あっとったわ。あ、そうか、アインシュタイン相対性理論か。相対性理論ってなんだよ、知らんよわし。名前だけだよ知ってるのは。ああ、僕に振ってきた疑問を投げかけたり、知り得た情報を知識を機器として語ったり、僕にとっても楽しい議論の時間だった。それは今この時も同じ。そもそも2月、中学2年生でシュレーディンガーの猫を知っている人なんて普通はそんなに多くない。だからこそ彼女は僕にとって貴重な話し相手であり、心からの友達と友と呼べる人だったんだ。そうか。え？だからこそユリアちゃんあれか、合意的だと思いながらもカレンちゃんのことを殺す方向に持っていきたくないとは思いながら、ちょっと戸惑いがあったんかな。そうか、だからこそ先延ばしにすることを望んだんじゃ。知らず知らずのうちにあのこのチャプターが入ってすぐの頃、もしその論述桜井君との出会ったのにもかかわらずそれを言わなかった。私は観測してくれているおかげで自分の存在を証明し固めることができているってことかしら。難しい話だな。でもそれが物語って読むのか。二階堂君はどこか寂しげに語る。彼女はいじめられている。理由は何であれ居場所を失いかけている。だから完全なる第三者の僕に観測してほしかったのだろうか。しかし、けどぞ、そこを、居場所を失いがらも、そんだけ笑顔でいられる理由は何だったんだろう。僕もきっと同じだよ。今こうして、二階堂くんが観測してくれているおかげで、かろうじて人の形を保てているんだ。なんだ？観測してくれている人がいなかったら、パティみたいな感じになるのか、お前は。今や、自宅の中でさえ僕の存在は曖昧になりつつあるから。少しだけ沈黙が続く。戸惑ったような間を開けてから二階堂君は口を開いた。なんでみんなから距離を取ったの。そこまで見られてる。どこか心配してくれているような優しい声色だった。もしかしたら二階堂君はずっと僕のことを観測してくれていたのかもしれない。間違いないよ、これは。
僕が一人になることを選んでいたから。いや、それよりも以前から。二階堂君自身がいじめられているようになっても、ずっと変わらず。根拠も確信も確証もないけれど、そんな仮説が不意に浮かんだ。確かに旗目には距離を取ったように見えるだろうね。けどまだどこか、そう、非科学的だけど心ではみんなとつながっているような感覚がある。うん、それが仲間と読むのさ。これまでに築き上げてきたみんなとの関係は、思い出はそう簡単に途切れてしまうものじゃない。でもだからこそ、削ぎ落とさなくちゃいけないんだ。すべて自然に途切れるはずのないもの、自発的になるしかなかったんだ。自発的に離れていくしかだな。それは論文の、さっきの自分の存在のため。二階堂君は察しがいいね。父から認められることをジュリーと並び超えることを、そうやって自分の存在を証明し父に認めてもらう。観測してもらうためには僕はもっと僕自身をたからせる必要があった。やっぱり二階堂君は温かいな。偶然か、それとも思考の賜物か、僕の抱えているものへの触れ方がとても優しい。だからかな、僕も心配になってしまったのだ。君は大丈夫なのかい？そうだよな、一番大丈夫じゃないのはカレンちゃんのはずなのに。え？え、じゃないよ。少しだけあっけに取られたように二階堂君は僕を見た。何のことかは触れなかった。僕から触れるべきじゃないと思った。二階堂君自身が語るのなら別だけど、安易に僕が口に出すべきじゃない。仕方のないことなのよ。それに私自身が選んで納得していることだから。何が仕方なかったんだろう。選んで、そう、だから選んで、これでいいの。選んで、なんかこの選んで言葉はさ、後々何か意味があるように思えてくるな。二階堂君の柔らかい表情はおよそいじめを受けている人のそれには見えなかった。君がそう納得しているのなら僕は何も言うべきじゃないんだと思う。それこそただ薄っぺらいだけの言葉になってしまうから。そんなものは二階堂君自身きっと求めていない。もらったって困るだけだろう。それに、なんとなく分かったよ。君の置かれた状況、その動機、納得しているという意味。まったく、器用なのか不器用なのか、分からなくなるけどね。僕の言葉に二階堂君は柔らかく微笑んだ。東国さんも、察しがいいわね。察しばかり良くても、何もしてあげられないんじゃ、もどかしいだけだけどね。分かってしまったからにはね。気づかず傍観者のままでいられた方が良かったような気もする。けれど少なくとも気づけたおかげで僕は誰よりも彼女を理解している人間になれた。それは僕にとって思いのほか嬉しいことだった。いえ、何もしてあげられないけど、観測するかしないかは僕の自由だ。僕と二階堂君は似た者同士なんだと思う。僕は明日も、放課後は図書室にいるよ。孤独を選んだ僕、孤独を受け入れた二階堂君。東国さん、ありがとう。お礼を言われるようなことじゃないよ。だけどもう一人ではない。学校終わりに訪れ、閉館まで居続ける町の図書館。その日からこそが
僕たち二人の世界になった。一人だけの空間ではなくなった。そうか、この二人そんなに仲が良かったんやな。間違いなくユリアちゃんが迷っているのは、その仲のいい相手をいくら合理的だからといって葬る方向に持っていっていいのか。間違いなくこれだった。